俺あん中にダチがいてさ、女連れで遊び行くと歓迎してくれんだよ。たまに小遣いだってくれるし、まそういう関係なの。でさ、何か困った時はハンピンの名前出して構わねえって言われてんのよ。女の子を売る代わりによくしてもらってるわけか、強いお友達に。バカも使いようだ。おだてて味方につけときゃいい用心棒にもなる。道具はまず使い方を覚えなきゃ。遊び半分でいい気なもんだ。いつか気づいた時には向こうから食い物にされてんのがオチだぜ。気ぃつけとくよ。でもあんたは俺らより自分の心配が先だろう。今後俺らに少しでも手出したらハンピンリューマンに歯向かったってことになるんすけど、状況分かってもらえましたかね、八神さん。とりあえず俺らに詫び入れときましょうよ。当然慰謝料もつけて。それ参考までにおいくら？100万。持ち合わせがなきゃいい闇金知ってるよ。そっちは清流会ってヤクザがやってる。ギャングの次はヤクザか。そんなのちらつかされちゃ子供扱いはできないな。あ？もう一発のギャングだよお前らは。抵抗した分は慰謝料上乗せね。はあ、分かってるじゃねえか松井。よっしゃやるぞ俺、ピカロだ。時間食っちゃったよ。うっ、目がてめえ。見えねえだろ。くもらった。ざけんな。え、あいつ飛び降りたんすか。いや、どっか影に隠れてやがんだ。ちょろちょろゴキブリみてえによ。お前ら探しに行ってこい。見つけたら知らせろ。俺はそれまで一服してくるわ。オッケー、わかった。さすが余裕だな。先輩、俺らはどうしたら。お前らは俺と来い。一緒にヤニ食いながら報告待ってようや。チス、お供します。先輩やっぱ超強い、かっこいいです。まあな、可愛い後輩たちのためだ。